朝日市は中華人民共和国遼寧省に位置する地球市、竜城とも呼ばれています。遼寧省の西部に位置し、南は河北省、北は内モンゴル自治区レッドパイク市と接しています。北京、天津、東山、遼寧省中南部の都市集積の真ん中に位置し、中国北部の主要なゲートウェイとなっています。朝日は海岸に面し、広範地にも面しており、 優れた立地条件を備えています。市の面積は約2万平方キロメートルで、両年省では第1位、同省の総面積の7分の1を占めています。日市は両年省西北部の大篠の下下流域に位置し、北から西にかけては内モンゴル自治区、西は河北省、南は金州市、東は不審市と接する。日の長い歴史は、 10万年以上前の旧石器時代にまで遡ります。両原の西発見部遺跡、中国東北部で発見された最も古い古代人の居住地である。今から4万から5万年前、朝日には現代人と同様の制度的特徴を持つ原始的な新人、すなわち、タイラ人が現れた。朝日では、鉱山文化の大規模な祭壇、寺院、墳墓が発見され、 中国人の祖先が5000年以上前に古代文明に入ったことが証明され、朝日地域は中国文明発祥の地の一つとなっています。戦国時代、朝日の地は縁の管轄下にあり、海辺の5つの群を設置し、柳城は両政軍に属していました。漢の時代、柳城は両政の西部といの所在地となり、後に洋楽、霊子、 小江女の三県が当地の中心となりました。当真の港7年、かつての縁王、母王は、柳城の北、辰山の西に城を築き、柳城を竜城に変え、そこに塔を移した。前縁、後縁、北縁が成立した、午後十六国時代の88年間のうち、竜城は52年間、三縁の首都であった。ふと延べ2年、北儀は北縁を滅ぼした。 太平幕軍5年に、龍城を軍地とする、正サはじむ軍は、英州に転属した。隋や唐の時代には、龍城は柳城に改称され、英州の総督府が置かれました。英州は、隋、唐の中央政府と東北の各民族との交流の拠点として知られ、英州古道が整備されました。隋や唐の時代、朝日は他民族の交流が盛んな時代で、 この時代に旭に住んでいた民族には、吉炭、鉄六、失意、京などがいました。近年、旭市北表紙で発掘された、辣窓、アム101号簿から出土した、龍門スカシボリアンは、大阪府羽び野の市、本田丸山古墳出土の二号案と細部に至るまで、ほとんど全く同一で、丸山二号案は、北縁の製品である、可能性が高いことが判明した。西勝区 三、に研究し、四、二、県、一時地県を管轄する。旭市旭地区旭市現代の旭市は小麦、とうもろこし、ビート、豆、ジャガイモなど農地区産業を基幹産業とする一方、製鉄所、ディーゼルエンジン工場、タイヤ製造工場など新興工業都市としても大発展を遂げている。また、空路、鉄路、道路など交通の便が良く観光客も多い。 2000年に北海道帯広市と友好都市提携している。ありがとうございます。